こんにちは。新世代オリンピックというタイトルでノックさん語っていただきましたね。やっぱりね、オリンピックももうね、新しい形になるべきだと私も思いますね。もともとオリンピックってギリシャのアテネで始まったそうなんですけど、まさに当時は平和の祭典でした。そういう局地的なところで始まったものが、お、これは儲かるぞということで、なぜかね、国ごとに持ち回りになったんですよね、今の形に。いや、私はね、ギリシャでずっとやればいいんじゃないかなと思うんですよ。だって一回作った国会、競技場とかね、それから選手村っていうのが結局4年ごとに、まあ、廃墟みたいになるわけじゃないですか。だから、ね、もったいないなと思うのは、その資源の、ね、再利用ができるように同じ国でずっとやればいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、そうするとなんかね、甲子園と同じですよ。甲子園っていうのはあそこで試合やりますよね、高校野球の。でも甲子園は甲子園なんですよ。じゃあ持ち回りで大会を、今日は広島市民球場とかね、今日はなんか北海道とかやらないわけですよ。だからなんか同じところでずっとやればいいんじゃないかなと思ってしまうんですけどね。何なんでしょうね。それからやっぱり時代は変わって、もちろんクラウドファンディングで、いろいろやるっていうのもすごくいいアイデアだと思いますけども、時代が変わってですね、このオリンピックっていうのは、そのいわゆる、いろんな競技があるわけなんですけども、今ね、競技ごとに全国大会とかあるわけですから、なんかオリンピックも細分化していったんではないかなと思うんですよ。まあオリンピックとそれぞれの競技ごとの大会を、まあ並行してやる必要ないかなと。で、今オリンピックっていうのは選手のためではなくて、企業が儲けるため、企業の広告活動のために、やっぱりされているところが多いと思いますよね。で、国民からお金を吸い上げて、それが特定の企業に利益としてね、積み上がっていくって形、まさにそれだけだと思うんですよ。選手は広告をベタベタ貼り付けたらね、ユニフォーム、ゼッケンを貼り付けたもんで走ったり投げたり飛んだりするわけですよ。で、今となってはね、これ Uber Eats でバイトしてるって例もありましたけども、これ武井壮さんも言われてたんですけどもね、オリンピック選手って世界で一番の能力持ってるのに、あまりにもね、集客能力がないというふうなことを言われてたんですね。やっぱり今はね、その Uber Eats で、なんかね、弁当を届けるよりも、アスリートが自分の YouTube チャンネルで発信した方がいいのかなと思うんですよ。そしたらね、自分に憧れてくれてるジュニアとか選手たちが自分のトレーニングのコンテンツを買ったりとかね、それから自分なりの健康法とか食事法っていうのが、やっぱりサラリーマンの方とか、何ですかね、事業者とか、私みたいな個人事業主とかに売れるわけですよね。で、そういったオリンピックの選手にまでなったスキルや経験ってものをノウハウ化して販売するっていうことにして、直接収益を得れるようにしたらどうかなと思うんですよね。そのオリンピックに出場すること、優勝することでしかギャラが入らないっていう形がすでにもうなんか時代遅れになってるのかなと。ついでに言うと高校野球ね、あれ選手が一生懸命トレーニングをして投げたり走ったり、時には倒れたり怪我したりするわけですよね。でも選手にギャラって入んないじゃないですか。でも運営してる人たちには失礼しました。運営してる人たちにはね、ものすごく利益の源泉になったり、視聴率集められたりとか、広告収入が得られたりとかね、まあなんかね、おかしいなと思うんですよね。選手の血と汗と涙が誰か関係ない人のお金に変わってるっていう意味では、まあ日本オリンピック委員会、トラモノヒルズとかね、トラモノヒルズの家賃っていうのも結局あのビルのオーナーさんもオリンピックの恩恵に預かってるわけですから、オリンピックやってくれやってくれになりますよね。で、竹中平蔵さんパソナとかも、電通もそうですけども、結局はね、誰かの尊い汗が誰かの汗をかかない人の利益に変わってるっていう意味では、これオリンピックやスポーツに限らず、いろんなビジネスシーンで、我々はね、人生を搾取されている、盗まれているってことに気づいていかなければならないのかなと思うんですよね。まさに形としては、その安月給で働くブラック企業とね、同じ形が今社会全体を覆ってるんじゃないかなと思いますよね。こんばんは。では失礼します。